皆さん、こんにちは。散策中に見つけた小さな発見をかき集めてみました。ドラ世界やネタバレを含みますチャプターを活用して気になるものだけでも見てってくれると嬉しいです。過去にも投稿したまとめ動画がいくつかあるので、よかったら見てください。皆さんの知っている小ネタもあったら教えてくれると嬉しいです。それでは行きましょう。謎の突起の正体。皆さんはこの突起が何のためにあるのかご存知ですか？この形のオブレは草原ホームと峡谷のスケートリンクに設置されています。これは一体何なのだろうと思っていたところ、とある映像にヒントがありました。それがこちら。スカイがグローバルリリースされる前のプレイ映像です。謎の突起やオブジェの形までそっくり。あの突起は旗をくくりつけるためのものだったようです。合成で旗をつけてみました。かつてはこんな感じだったのかもしれませんね。突起はありませんが、風の街道や夢見の街にも似たようなオブジェがありました。風の音、草花のざわめきや雨の滴る音、響き渡る足音など、スカイの環境音はまるでその場にいるかのようにリアルで洗練されています。そんな中でも特に細かなこだわりが感じられる環境音スポットがあります。草原の洞窟から神殿前エリアへ向かうと、風がぶつかり合うようなゴーという音が聞こえ始めました。出口に近づけば近づくほどその音は大きくなります。静かで薄暗い洞窟内と眩しくて騒々しい外の世界の対比が際立ちますね。ここを通るときはぜひ耳を澄ませてみてくださいね。水の入ったバケツ。魔法ショップ入り口にあるバケツを覗くと、なんと水が入っています。他のバケツは大抵空っぽか石みたいに固まっているので、ちゃんとした水が入っているのは驚きでした。ほこり、すす。魔法ショップの入り口や棚をよく見ると黒い粉のようなものが落ちています。はじめはミニチュアカニがいるのかと思ったのですが、関係なさそうでした。ホコリやススが落ちてるのかな。魔法ショップの上では煙突から煙が出ていたり、爆発がしょっちゅう起きているので、すす舌が濃厚です。不思議な火の粉。魔法ショップにある大きな鍋からは、いろんな特徴のある火の粉が出ています。カラフルな火の粉だったり、四角い火の粉も飛んでいます。また、触ると動く火の粉も、不思議な火の粉が舞う謎の鍋、一体何を作ってるんでしょうね。迷子の鳥。楽園の遠く離れた場所に鳥がポツンといます。雲の左端から下へカメラを下ろすと見つかると思います。いた。よく見ると頭と尻尾が黄色で、草原連峰に生息している鳥と同じ種類でした。楽園や星の王子様のクエストを見返しましたが、どこにも登場していませんでした。なぜあそこにいるんだろう。もしかして草原連峰から迷ってきたのかな。蝶々の気候。
竹林の入り口にいる蝶たちは突然遠くへ飛んでいくことがあります。しばらくすると戻ってくるのですが、どういう条件で飛んでいくのかは分かっていません。まるで競い合ってるかのようにものすごいスピードで飛び立っていきます。数分の間に何度も飛んでいく時もあれば、いくら待っても飛ばない時も。あ、帰ってきました。運が良ければ蝶の気候を見られるかもしれません。力持ちの蝶、蝶つながりでもう一つ小ネタを。プリン地下洞窟のここにいる蝶は1匹でも、いや0匹でも上へ上げてくれます。蝶がいなくなっても上がり続けます。蝶の力、恐るべし。裏世界の風緑、工房の裏世界にレースコースのゲートを設置して下へ降りていきます。するとどういうわけかここに風緑が出現。他のエリアでも設置したら、裏世界のどこかで出現しているのかな。別エリアへ瞬間移動。夢叶う季節の最終クエストが終了するとき、一瞬だけ不可解な映像が流れます。お分かりいただけただろうか。一瞬だけどこかに飛ばされる星の子。ここは一体どこだと思いますか？気になって同じ景色を探し回った結果、あるエリアで発見しました。それが夢見の街の洞窟トンネルです。はじめはコロシアムエリアのどこか遠い場所に飛ばされてるのかなと思っていたので、まさか別のエリアに来ていたとはびっくりでした。なんでここに飛ばされているのか不思議ですね。透明なお宝、深淵エリアに謎の透明なお宝があります。場所はこの辺り。手のマークが出るので押してみると、奇妙な黒いマークが出現します。取った時の音は貝とは違う音です。一体何をゲットしたのでしょうか。謎は迷宮入りですね。遠い光、遠くに闇の巨大魚がいるのは有名かもしれません。でもその下に不思議な黄色い光があるのはご存知でしょうか。遠くからこちらに向かって光を発しています。すごく綺麗。近くで見たいけど風壁があるのがもどかしい。みんなで舞台へ。表現者の季節の第4クエストを開始します。みんなを見つけたらシェアスペース魔法を設置します。ほとんどの場所が設置できなくなっているのですが、舞台の裏側にだけ設置できる場所があります。そこへ行ってみましょう。設置できたらその場から離れてシェアスペースが消えるのを待ちます。
シェアスペースが消えるとクエストが途中で終わります。このバグを活用してちょっと面白いことをしたいと思います。案内人には手を振らず、キラキラマークを押して最後の映像を見ます。精霊たちがごちゃごちゃしててカオスな舞台に、映像が終わると舞台が普通に使えるようになっているので、精霊たちと一緒に舞台を楽しめることができます。他の人からは精霊たちは見えないけどね。秘密の通路、星月夜のこの場所にはあまり知られていないもう一つの通り道があります。一体どこにあると思いますか？答えはこちら。雲が暗くなっているのが目印で、その一部の雲がとても薄くなっています。おそらくこの辺りだと思うのですが、はっきりとは分かっていません。ごめんなさい。通ってみましょう。行けました。山がとても綺麗に見えますね。外から入ることもできます。もともと暗い場所なのでとても分かりにくいですが、中と同じように黒くなっている雲があります。そこで跳ねていると吸い込まれるように中へ入っていけます。ノラさんに「どこから現れたの？」ってびっくりされそうです。心霊映像、給食の鹿の第3クエストをクリア後に流れる映像には、一瞬だけ映る怪しげな精霊がいます。お分かりいただけただろうか。村人の背後にどこかを見つめる謎の精霊、その後の映像にも登場しておらず、正体不明でちょっと不気味です。彼が誰なのか分かった方がいれば、ぜひ教えてください。ちなみに楽園の季節の最終クエストには、クラゲの語り部さんが宙に浮いています。つきまとう影、現在で光になった星の子は、まだ生きている星の子のそばを漂います。その姿はとても美しく、星の子の本来の姿のようにも見えます。ですがよく見るとなだれた星の子の影がついてきています。綺麗な姿の光と一緒に影がついてきていると思うと、ちょっとホラーかもしれませんね。くだらない小ネタ。銀河から展開は移る少し前のタイミングで、この絵ものレベル3または4をします。そのまま何も触らず放置します。星の子が手を挙げたタイミングでムービーをスキップすると、すると手を挙げたポーズのまま移動できます。キャンドルを精錬したり、エモをすると解除されてしまいます。ムービーが始まってすぐにスキップすると意味不明な動きもします。とてもシュールな小ネタです。やるか、やらないかはあなた次第。小ネタの紹介は以上です。
いかがでしたでしょうか。少しでも楽しんでもらえたら嬉しいです。またたくさん集まったらまとめ動画を作りたいと思います。その時までお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。